バルサーカンプピストルとは、1930年代にドイツのワルサー社が開発した小型敵弾発射器である。ドイツ語の音社としては、バルターカンプフピストーレが近い。当時、ワルサー社は 26.6mm 信号拳銃を開発していたが、戦場では重厚に手榴弾を取り付け、即席の敵弾発射器として使用していた。そこで、ドイツ陸軍は、 この信号銃を敵弾発射機に作り変えることを要求。そこで、バルサン社は、格好式の重心にライフリングを入れ、小型榴弾発射により適した兵器として開発した。これがカンプフピストーレである。外見は、従来の信号拳銃と変わらず、信号弾の発射も可能だが、区別のため重心左横に、Z の文字の刻印があり、このため、Z ピストーレとも言う。 開発当初は、信号弾サイズの小型榴弾専用だったが、後に、重工側から差し込む、大口径で威力の高い榴弾が、使用可能になった。整形作薬弾タイプも登場、軽装甲を打ち抜くほどの威力を持つようになり、小型の対装甲車両兵器として使われた。しかし、弾頭の大型化で反動が強くなったため、 折りたたみ可能なストックや照準器を装備した発展型のシュトゥルムピストーレも作られた。インディステッド。ありがとうございます。